ございます。経済産業委員長磯崎哲司さん。ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るため、一般送配電事業者による災害時連携計画策定の義務化、配電事業の許可制度の創設、再生可能エネルギー電気の取引について市場価格に一定のプレミアムを上乗せして交付する制度の創設、緊急時における独立行政法人石油天然ガス金属鉱物資源機構への発電用燃料の調達業務の追加等の措置を講じようとするものであります。委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、電力システム改革の評価と課題、災害時の事業者間連携にかかる課題、送配電網の強靭化に向けた投資や人材確保の必要性、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた課題と今後の取り組み、経済安全保障の観点からの資源確保の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩渕委員より反対する旨の意見が述べられました。ついで採決の結果、本法律案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、本法律案に対して付帯決議を行いました。以上、ご報告申し上げます。これより採決をいたします。法案に賛成の皆さんの起立を求めます。過半数と認めます。よって法案は可決されました。日程第9、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案、内閣提出、衆議院送付を議題といたします。まず委員長の報告を求めます。